杉田水脈議員が LGBT をめぐり不適切な表現があったと釈明しました。当事者の方々を差別する意図は一切ございませんし、人権を否定するというようなことも一切ございません。不適切な表現があったことはあったと思っております。自民党の杉田水脈衆議院議員は LGBT 性的少数者について生産性がないと月刊誌に寄稿したことが問題になっていました。こうした表現を撤回するか問われた杉田氏は明言を避け、誤解を招いたことや傷ついた方がいることについては重く受け止めていると述べるにとどまりました。その上で議員辞職については否定しました。